2歳8ヶ月の娘です。雲を始める時の声かけはどのようにされていましたか？このプリントやってみると聞く形か、このプリントやろうかと、誘う感じか、このプリントやるよと反強制的な形か。どのような声かけが、いいでしょうか？ちなみに我が家は公文やると聞くとほぼ必ずやらない。という返事が返ってきます。だからね、やるとかね、疑問形で聞くからよ。それやらないって言いますよ。それでね、それに対して私が OK、じゃあもう寝ようかって言うと寝ない、公文やるというので、寝るよりは公文の方がマシといった形であります。寝るの嫌なんだ。起きて遊びたいのね。で、寝る直前以外にも公文をやらせたいのですが、どのような声かけが良いんですか？だから寝る直前に公文をやらせるって大変じゃないですか。まあ、寝るよりは公文やるっていうんですからね。まあ、だからね、2歳8ヶ月だから、まだちっちゃいのでね、このプリントやってみるとか言うとやらないよね。だからね、疑問形はダメなのよ、疑問形は、子供は。だって基本的にはやりたくないんだから。だからね、疑問形はダメでね、私はね、まあなんかやって当然っていう態度でいつも出てたので、だからまあ、2歳8ヶ月だったら、まあなんかね、もうどのか忘れたけど、2歳8ヶ月ぐらいだったら、まあ、例えば、まあ、遊びを飽きた時とか、ちょっと、まあ、お買い物行って帰ってきて、ママが冷蔵庫の中に買い物したものをちょっと整理整頓して入れてる時とか、まあ、それが終わった後とかね、まあ、ママが今お買い物して帰ってきたものを買ってきたものをね、冷蔵庫の中に入れてるから、これが終わったら雲のプリント5枚するよっていうような感じかな。だからするよって感じかな。やろうかとか、やってくれるとか、やるよ、やるよとか、まあ、やるよとか、やってみるとかいうような、あんまりそういう誘いというか、疑問系ではいなかったし、やらなかったりとか、まあ、やらないといけない状態になんか、押し込むというかね。だから、これだから、ママが、だから、今日やろうかっていうと、やりたくないってなるでしょ。だから、私は、だから帰ってきて、冷蔵庫に全部入れてしまったら、これが片付いたら、すぐ雲始めるからねって。いうようなこと言ってました。で、子供も、おお、そうだな、みたいな。だから僕、ママは今から冷蔵庫一生懸命詰めてるからね、その後やるんだな、みたいな感じでしたね。でも諦めてやってましたよ。だから子供たちってやるの嫌だから、基本的に。やっぱり勉強嫌なんですよ。だから嫌だから、なんか今のだから嫌な状態は、まあ、諦めてね、勉強ってね、しぶしぶとか、諦めてとか、いやいやとか、それでもやらせなきゃいけないんですよ。子供がね、勉強で、わ、やるやるやる、楽しいやるやるとか言ってね、言うのはね、もう年に何回もないでしょ。だからね、なんか私はそんなことは一切無視してて、子供に、いや、なんかやるよって、今日、今、ママこれ済んだらやるからねっていうようなことをね、言ってました。だから、まあ、やらざるを得ないでしょ。ママもすぐ冷蔵庫入れてしまうんだから。で、ママが例えば台所終わったらね、これやるからって、だから用意しといてとも言わないし、やるからっていうだけでっていう感じでしたよ。だからね、まあそんな感じで、まあ、寝る前は本人も疲れるから、なるべく寝る前じゃない時にやらせてしまっておきたいですよね。だからまあ、これプリントやるよっていう反強制的、反じゃなくて強制的な形にしたらどうですか？このプリントやるからって、今日はこのプリントやってもらうよっていうような感じで、強制的にやったらいいんじゃないですか。で、そのプリントがね、10枚、20枚もドサッとくると、それは子供は嫌ですからね。まあ、子供の様子見ながら、なんか言いながら、今日はちょっと疲れてるなと思ったら、もう今日は2枚でいいからっていうふうにすると喜びますから、子供は喜んでやります。普段5枚なのに今日は2枚だ、みたいな。とかね、そういう、子供のね、そういうところは子供のね、ご機嫌をちょっと伺うんですよ。だってご機嫌よくやってもらわないとね、勉強って、せっかくなんですから。そんな感じでね、やってたんですね。まあ、そんな感じで子供の様子を見ながらね、本当にね、プリントのちっちゃい時はプリントをやっていただくっていう、やってくださいませみたいな感じの態度が一番いいんですよね。だからご機嫌を斜めにさせたらダメです。ご機嫌を損ねないようにさせるっていうことが大事なんでね。だけどやらせるっていう。やらなくちゃいけないんだからっていうような、ちょっとそこら辺の兼ね合いが大事なんで、まずいろんなことを試してみてね、とりあえずね、寝る前じゃない時にね、やったらどうですか。寝る前にやるとか言ってたら、もうプラスアルファで、プリントが進むんでラッキーでしょとか、ラッキーとかって思いながらさせてもいいしね。というようなことでね、まあ、そんな感じでちょっとやらせていたらどうですかね。はい。